このハードディスク外付けですね、買いました。今しずかちゃんが乗っかってきましたけど、その箱の中でもですね、ちょっとガタガタ言ってるんで箱の中を開けましょう。こういうどうでした、のび太くんが中に入ってました。はい、ということで改めましてこの外付けのハードディスクですね、買いました。2テラなんですけども、6950円でしたね。イートレンドっていうところでなんか売ってたんで、ネットで買いましたけども、通常ですね2テラですと内蔵型のむき出しのやつでもですね同じぐらいの値段なんで、外付けで買えるっていうのはいいかなと思って買いましたけど、ねえ君たちその狭いとこ好きだね。狭いとこ入っちゃってよ、のびちゃんお前デブなんだからよこのそこの狭いとこに静香ちゃんまで入ったもんだからギチギチじゃないですか。満員御礼ですよ。それはいいんですけど、このハードディスクですね、テレビにも使えるみたいですね。多分このなんていうんですかね、このこの間買った、パナソニックのですね、ビエラかなリーガーかな忘れた、それにも使えると思うんですけど、まあ、とりあえずはパソコンの私のパソコンのですね、動画ファイルですね、バックアップをしたいと思います。もうパソコン買って4年半になるんですけど、1回もハードディスクのですねバックアップ取ってません。もしハードディスク壊れたらですね、動画ファイル全部パーになるんで、今のうちにですねこいつにバックアップ取っておきたいと思います。ここにいるそら君ですね、ちょっと後ろ向いてくんね。今日徳屋行ってきました。これ見てください、もうすぐ来週卒業式とか言うんで、だいぶ刈り上げましたね。いい感じになってますね。前髪の方はですねあんまり切らなかったですね、後ろをメインに切ったみたいですけど。ということで静香ちゃんよかったね、一匹になって。一匹だと余裕ですね。はい、そういうことで私のハードディスクですね、これ後でちょっとバックアップ開始したいと思います。さすがに2テラ近くバックアップ取るとですね半日ぐらいかかるんじゃないかな。一応 USB3.0 になってるんで、まあ、多少は早いかもしれないですね。以上です。箱からですね出してみました。これが本体ですね、それから電源、これが USB3.0 用のケーブルと一通り揃ってます、ね、大きさ的にはまあこんなもんなんでしょうか。 3.5 インチフルサイズぐらいの、これが 5インチの 5.2 インチかな、 5.5 インチかスマホなんですけど、まあそれよりちょっと大きいぐらいですから、そんなに場所は取らない感じです。